口？あっちのドア。もう行くの？うん、とりあえず行くよ。それじゃ、ありがとな、エアリス。うん。いつもここにいるのか？うん。ねえ、どこ行くの？わからん。送ってく。どこへ？わからん。俺ともっと一緒にいたいんだろう。うん。え？お。ここってプレートの下だよな。5番街スラムか。うん、向こう行けば町人たくさんいるし、上へも行けるよ。へえ、じゃあ町まで行けばなんとかなりそうだな。そんじゃ案内よろしく。じゃあ行こうか。花、ここにも咲くかな。まだ先だよ。お花、ここにも咲くかな。うわっ、モンスター。お、出たね。ザクス、逃げよう。平気平気、俺がついてるだろ。任せとけ。任せる？はいはい、危ないから下がって。アクティベイティングコンバットモード。コンセプトリゾー。頼もしい。ふんふんふん、強いんだね。強くてまるでモンスターだよな。ザックス、どうかした？いや、さあ行こうか。あれ、かっこよかっただろう。わからん。褒めて、称えて。ほら、ザックス、行こう。って、もしもし。スラム街出身の人ってね、大抵二つのパターンに分かれるの。シンラを憎んでいるか、憧れているか。私は後者ね。いつか神羅の重役を捕まえて華やかな生活を送るの。あ、待って。ここが町か。そう。どうかした？スラムって思ってたより町らしいんだな。もちろん、大勢暮らしてるんだから。ね、あのゲートの中マーケットなの。
お店いっぱいで楽しいよ。おじちゃん、いつになったら帰ってくるんだろう。どうしたんだ、人を探しか。違うの、おじちゃんが帰ってくるのを待ってるの。最近ミッドガルの周りにいっぱいモンスターが出てるらしいの。おじちゃん、モンスターを退治してくるってみんなとミッドガルから出て行ったんだけど。帰ってこないのか。私がここでずっと待ってたらきっと。おじちゃんはすっごく優しいの。私の夢はおじちゃんのお嫁さんって言ったら笑ってうんって言ってくれたの。信じていれば帰ってくるさ、絶対。なんか息苦しい。大丈夫？わかった。空がないからだ。空なんてなくていい。年中プレートに覆われてたら空が恋しくなるだろう、普通。ごめん、普通じゃないの。わけあり。空、怖いんだ。吸い込まれそうで。変だよね。普通なんてつまらないさ。そうかな。そうだ。俺がいつか綺麗な空を見せてやる。怖くなんかない。エアリスだってきっと気に入る。うん。あ、待って。面白そうなところだな。うん、少し見てく。おあ、ごめん。気をつけろよな。ごめんなさい、気をつけます。いってえな。あ、あら、あらら、どうしたの。財布がない。大変。あのガキ、俺の財布すりやがった。エアリス、ちょっと待ってろよな。さっきのガキ捕まえて財布取り返してくる。ブルーノっていうの。ブルーノ？あのガキの名前？うん、あの子少し知ってるの。こんなことする子じゃないよ。でも本当に財布取ったなら何か理由あるはずね。私探してくる。ザックス、ここで待ってて。わかった。待つけど俺せっかちだから。うん、知ってる。バレてた。理由があっても盗みは盗み。ぎったり説教してやらないとな。
まあ限界。なくなったのは俺の財布だ。俺もブルーの探すぞ。あっちに行ったよな。ただいま数当てゲーム準備中だよ。いらっしゃいませ、アイテム屋です。貴様は？あ、いえ、なんでもないです。自分はパトロール中の神羅兵です。お兄ちゃん忙しそうだね。あら、誰か探してるの？そこの出口はプレートの上に行く道よ。そこから出て行ったかもね。ここから出たとか？なあ、あんた、こっちにガキが走ってこなかったか？男の子。男の子？さあ、こっちには子供はまず来ないよ。そうか。財布でもすられたか？え、ここじゃよくあることだ。でも犯人探しは一人では難しい。町の連中に頭下げて手伝ってもらいな。それもそうだな。よし、適当に声かけて頼んでみるか。ちょっといいかな？いらっしゃい、プレゼントかい？いや、買い物じゃないんだ。なんだ？財布を盗んだブルーノって子を探してるんだ。協力してくれないか？こんな子なんだけど。知らないけど、まあ気にしておくよ。助かる、よろしく。どこ行きやがった？嫌がった！なあ、おじさん、そいつだ、捕まえてよ。おお、足の速いガキだな。おい、何言ってんだよ。ああ、もういない。いや、悪いな。俺はとにかく足が遅くてさ。全然追っかける気なかっただろ。そんなことないんだけどな。頼むよ、もう。ザックス。あ、エアリス。ブルーノいた？まだだけど、待ってて。ごめんね。こっちには逃げてないって。大通りに出なかったかって？さっきから誰もここのゲートは出てないよ。あのさ、ちょっといいかな？なんだい？財布を盗んだブルーノって子を探してるんだ。協力してくれないか？こんな子なんだけど。ああ、任せとけ。ブルーノだな。うん、任せとけ。助かる。見つけたら捕まえてくれるともっと助かるよ。ったく、どこ行きやがった？嫌がった！なあ、おじさん、そいつだ、捕まえてよ。くぅ、逃げられたか。取り押さえようと思ったんだけどな。あいつに今俺のとっておきのマテリアを盗まれちゃったんだよ。いや、あれを使われちゃ追いつけないよな。あんた追っかける気なかっただろ。やだな、そんなことないって。頼むよ、もう。エアリスもまだ探してんのかな？一人で大丈夫か？
わしは世界中を旅して回っている大工だ。うん、ここに材料を置いているが、盗んだらいかんぞ。ちょっといいか、人を探してるんだ。ブルーノっていう男の子なんだけど。うん、その子を知ってる。お兄ちゃん困ってるんだね。私が連れてきてあげる。本当か？それじゃあここで待ってて。分かった、よろしく頼むな。もう限界、一体どこまで行ったんだよ。おい、そいつは俺の財布を。あー、もう声かけるから。せっかく捕まえるとこだったのに。逃がそうとしてたんじゃないのか。ひどい、疑うの？頼むよ、もう。そう、わかった、また来るね。あ、エアリス。ザックス。ブルーノいた？ううん、まだ。でも絶対見つけるから待っててね。エアリス、どうよ。ザックス。そんな顔しなくていいから。俺もう少し店を見て回るよ。ちょっといいかな。ブルーノって男の子を探してるんだ。こんな子なんだけど。見てな。いや、見たわよ。本当か？あっちへ行ったわ。あっちか。そうそう、ずっとそっち。ああ、ありがとな。って、そっちにいるじゃねえか。もういねえし。お姉さん、どういうこと？目が悪くて。頼むよ、もう。ザックス。あ、エアリス。ブルーノいた？あの子、足速くて。エアリス、どうよ。ザックス。そんな顔しなくていいから。でも参ったな。なあ、協力して探さないか。でも。心配すんなって。頭から怒鳴ったりとっちめたりしない。ちゃんと訳を聞いて、理由によっては大きな心で許す。本当？ハンタハンタ。じゃあ協力しよう。うん、でも手がかりがないんだよな。ブルーノ、何か買うならまだ町にいると思うんだ。そうか。
じゃあ、エアリスはここで目を光らせる。俺は街を一回りしてくる。そういうことでよろしく。おっしゃ、見つけた。あ、うわあ。はい、追いかけっこおしまい。やったな。お前、自分が何したのか分かってんだよな。人のものを盗むっていうのはな。ザックス、非常に良くないことだぞ。で、盗んだ理由は何なんだ。兄ちゃんには関係ないね。ブルーノ、盗んだのは本当？うん。そっか。どうしてそんなことしたんだ？エアリス、お前のこと信じてたぞ。俺が決めつけてもそんなことする子じゃないって。俺はともかくエアリスには話せよ。お金が必要なの？困ってるの？薬がいるんだよ。でも自分の財布モンスターに食われちゃって、だからこの人の財布を取った。エアリスの友達なら許してくれるかもって。ブルーノ、これはダメ。がっかり。もうしないよね。うん。じゃあ忘れる。また仲良くしよう。ザックス、それでいい？エアリスの顔に免じて許す。ありがとう。ごめんなさい。でも薬がいるんだよな。うん、じいちゃんの薬なんだ。俺に任せろ。でも危ない。平気平気、この辺のモンスターなんて楽勝。それなら私も手伝う。いいって、大丈夫、俺に任せとけって。エアリスはブルーノと待ってるよ。モンスターはまだ公園に行く道にいるはずだよ。じゃあ財布とお金返すね。準備して行ってきてよ。公園はこっちか。おい君、すぐゲートの中に戻りなさい。ん？公園からモンスターがわんさか現れた。公園、なるほど、そいつらだな。なるほど、じゃない、みんな逃げたよ。危ないから君も早く戻りなさい。悪いけど、そいつらに貸してる金取り戻しに行かないといけないんだ。な、何をわけのわからないこと言ってるんだ。ま、大丈夫大丈夫、心配いらないって。あんたもさっさとそのゲートの中に入ってな。出た出た、こいつらだな。ブルーノの財布返してもらうぞ。アクティベイティングコンバットモード。お、あったあった、この財布だな。中身も無事だよな。うわ、俺の財布より入ってる。本当に取り返したんだ、すごいな。うわ、ベトベト。文句言うなよ、戻ってきただけマシだろ。ザックス、大丈夫だった？楽勝楽勝、問題なし。
ありがとうな、兄ちゃん。ザックスだ。盗みなんかするなよ。また何かあったら頼ってこい。遠慮しておくよ。兄ちゃん、お金、俺より大変そうだ。ま、今はな。でもな、見ていろ。俺とエアリスで大儲けするんだから。え？ミッドガルは花でいっぱい、財布はお金でいっぱい計画だ。そう、ミッドガル、お花でいっぱい、財布、お金でいっぱい。エアリス、本気？うん、頑張るから。だから、困った時、ちゃんと相談して。わかったよ、ちゃんと相談する。じゃあ、兄ちゃん、エアリス、ありがとう。ねえ、ザックス、さっきの本気？お花、売るって。もちろん、あれだけ言ったんだから、やるしかない。そうだ、ワゴン作ろう。ワゴン？そう、花売りワゴン。ワゴンに積んで花を運べば、ミッドガル中で売り歩けるだろう。あれ、気に入らない？ううん、すごい、やってみたい。ここ、好きな場所なんだ。みんな自由に生きて、生き生きしてる。お、エアリス、今日は彼氏と一緒か。ううん、今日会ったの。あんた、さっき子供を追っかけてたよな。町の奴らから話を聞いたよ。立ちの悪いよそ者かと思ってたら、意外にいい奴だったんだな。冷たくして悪かったよ。これは俺からの気持ちだ。それにしても、エアリス、こんなに素直で純粋な気のいい男はそういないぞ。こいつなら彼氏ってのも許せる。幸せになれよ。ううん、彼氏じゃないの。今日会ったばっかり。ね、ちょっとこのお店見ていい？え、買い物に来たかったのか。じゃあやめる。嘘嘘、いいって。好きなだけ見ろよ。ありがとう、ちょっとだけ。すぐ終わるから。この店、気になるのか？うん、見てるだけで楽しい。なあ、エアリス。何？もしもしって起こしてくれたお礼に何か買ってやろうか。お礼はデート1回でしょ。それ、バッカみたいって言ってただろ。だって。じゃあ、今日の記念、出会いの。いいの？もちろん。じゃあ、これがいいな。わかった、買ってくる。ちょっと待ってて。こんなもんか？ちゃんと結んだ？ま、大丈夫だろう。うん、なんかいい感じ。ありがとう、ザックス。大切にするね。ああ。ねえ、まだ時間ある？なくもないけど。公園行かない？お、なんかデートっぽいな。うん、じゃあ行こう。ソルジャーって会ったことある？多分。幸せなのかな。どういう意味？子供たちの憧れ、世界を守るヒーロー。でも普通じゃない。よく知らないけど、特別な手術受けるんでしょ？らしいな。普通が一番幸せ。私そう思う。ソルジャーってなんか
変。そっか、変か。それに怖い。戦うこと大好きなんだよ。俺ソルジャーなんだ。ごめん。綺麗。顔瞳気に入った。だったらもっと見てよ。魔光を浴びた者の瞳、ソルジャーの証だ。もう空みたいな色だろう。うん、この空なら怖くない。確かに俺の周りは普通じゃないことばかりだ。エアリスは？なんか問題あるのか？今日は穏やかな一日かな。そう思ってたら空からソルジャー降ってくる。そんなに悪いことじゃない。うん、ザックス、今すぐシンラビルに戻れ。ジェネシスが攻撃を仕掛けてきた。わかった。行くところできちまった。じゃあ私行くね。また会えるよね。もちろん。助かるといいね、お友達。え？うなされてたから。うん、大丈夫さ。今はそんな気がする。ここから死んだビルへはマーケットの中から行けるって言ってたな。またモンスターのお出ましか。アクティベイティングコンバットモード。おっしゃー。コンバットリゾルブ。アクティベイティングコンバットモード。おっしゃー。コンバットリゾルブ。Complete resolve.
Activating combat mode. Conflict resolved.訓練で貴様らに勝てたことはない。だがその要因は分かっている。ソルジャー部門と治安維持部門の予算の差だ。ソルジャーは科学部門によって特別な手術を受けていると聞く。勝ちたいからといって我々はドーピングなどしない。
Activating combat mode. Conflict resolved. Activating combat mode. Activating combat mode. Activating combat mode. Conflict resolved. Activating combat mode. すみません、ザックさん。さすがですね。すごい勉強になりました。お、その意気だ。次からはお前もちゃんと任務に行くんだぞ。どうせ僕のことだから、また失敗するんだろうな。田舎のおとんとおかんに手紙書こうかな。都会の風は冷たいって。だー、もう。俺が代わりに言ってやるよ。本当ですか？